こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はこちらのオーダー製品の紹介になります。今回のオーダー製品はシュリンクレザーを使用したショルダーバッグになります。めちゃくちゃかっこいいですよね。まさにですね、インディアンテイストのショルダーバッグなんですけれども、今回のお客様はですね、もう僕がいくつですか、あれ20代、もう本当レザークラフト始めてすぐぐらいの頃からずっとお世話になっているお客様からのオーダーになります。いつもありがとうございます。もうね、ショルダーバッグだけでも何個作らせてもらったんでしょうね。5点、4点、もう本当ね、数えきれないぐらい作らせてもらったんですけれども、鹿革のショルダーバッグ、あとバッファローレザーの、ショルダーバッグなんかも作らさせていただきました。本当ね、僕がまだ店を立ち上げる前、工房で卸販売だけをしている時期があったんですけれども、その頃からですね、もうずっと可愛がっていただいて、今の僕があるのもですね、まあそのお客様というか、まあその頃ですね、その頃から可愛がってくれてるお客様まだたくさんいるんですけれども、そういったお客様のね、おかげだと大げさでなくね、思っています。まあ今回のこのカバンもですね、そのお客様を知ってる方だったら、ああもう似合うよねっていう感じのテイストにね、仕上がったと思います。今回使用した革は、牛革のですね、シュリンクレザーを使用しました。まあ切りっぱなしの雰囲気が出せて、なおかつですね、軽いカバンにしたかったので、今回はですね、鹿革ではなく、シュリンクレザーを使用して、軽さを出してですね、なおかつですね、こういったワイルドな形の、雰囲気に仕上げることができました。このフラップの部分もですね、お客様に選んでいただいて、こう切り出すことができたので、すごく理想的な形に仕上がったと思います。中はですね、こういった感じで、ポケットを前に一つ。本体が、マチ付きの仕様になっています。底がですね、10センチあるんで、かなりの収納力ですよね。すごくね、大柄なショルダーバッグなんですけれども、シュリンクレザーを使っているので、すごく軽く仕上がっています。肩紐もですね、かなりワイルドな雰囲気に仕上げてですね、この辺の装飾はですね、お客様の手持ちの、シルバービーズですとかターコイズ、あとトレードビーズですね、ヴィンテージビーズをつけて仕上げました。フラップ部分のメインコンチョにはアメリカのモルガンコインですね、昔のヴィンテージコインなんですけれども、このコインコンチョを、メインに使用しています。ちょっとですね、ボリュームを出すために当て革をしてレースアップをしてですね、さらにこう豪華な仕上がりにしています。こうすることによってよりボリュームが出てですね、ぐっとかっこよくなりますよね、こういった感じですね。ねえ、めちゃくちゃかっこいいですね。やっぱり軽いですね。すごくね、おしゃれなお客様なんで、もうカバンもね、たくさんお持ちなんですけど、今回のこのカバンもですね、ぜひね、長く愛用いただければ嬉しく思います。いい感じにね、できたと思います。はい、ということで、今回の動画は以上となります。それではまた、See you!